四方を海に囲まれた日本では、大陸の影響を受けながらも、海を題材にした文化が豊かに発展しました。洲浜や島台は、海や浜の風景をかたどったジオラマのような台で、そのめでたさは、不老不死の宣教、蓬莱山など異世界へのドリーミングの気持ちを皆で共有するためのものです。置くだけでそこが特別な場所になる。いわばクリスマスのツリーのようなパーティーに欠かせないものでした。その歴史は平安時代に和歌を読み合う歌合わせ、和歌と共に貝などのものも合わせる、物合わせなどのイベントの際に、和歌が書かれた短冊などを置く台としても使われ、その後、時を経て様々な宴の席、婚礼、長寿の祝いにも欠かせず、時に屋外、花見などの場にも置かれました。京都、四条流の料理本には四季に合わせた島台があります。この島台には四季に合わせた料理が添えられました。かつて日本の人々は洲浜、島台と共に酔い、共演を満喫したのです。私どもでは洲浜、島台の文化を貝合わせと共にお伝えしています。ご視聴ありがとうございました。